ガチャピンチャレンジ報告会。進めてください。わかりました。はい、では今回ガチャピンがチャレンジいたしましたのは、はい、レーシングカー。レーシングカーなんて初めてじゃない？すごいよ。今までね、いろんな乗り物にチャレンジしてきたけどさ、こんなに速い乗り物に乗ったのは初めてだよ。いやいや、もうすごいのなんの。ではガチャピンのチャレンジ見てください。ダダ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 ダピンキーズウィンドウ、ウィン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 。いやー、気持ちいい。最高最高。やっほー、気持ちいいな。はい、ちょっとガチャピン、こんなかっこいい車に乗ってどこ行くんですか？いいからついておいでよ。着いたって、ちょっとすいません、ガチャピン。何？今日はここで何をするんですか？今日はここでジムカーナをやるんだ。はぁ、ジムカーナですか？そう、ジムカーナは広い駐車場や広場などに作ったコースを車が1台ずつ走ってタイムを競うモータースポーツなんだ。人気の秘密は普通の車をそのまま使って参加できて、運転の基本テクニックも覚えることができるんだ。じゃあね、ムック。じゃあね、チーズ。ちょっとガチャピン、私を置いてあなたはどこへ？よし、行くぞ。今回もガチャピンのチャレンジ無事に終了しました。何言ってんだよ、ブック。チャレンジはまだまだこれから。まだ何かやるの？今度は、はい、車に乗る。本気気づごうですな。そう、ホンダのスポーツカーインテグラをガチャピンのチャレンジ用に改造したレース使用車なんだ。かっこいい。今日はこのツインリンクモテにスーパースピードウェイでこの車の最高スピードにチャレンジ。最高スピード？しかしガチャピンはレースカーに乗るのは初めてでしょ。大丈夫なの？やるっきゃないって。何しろこのコースは国際レースも開催されるレーサーたちの憧れの舞台だからね。ここで走れるチャンスはめったにないんだよ。あ、ガチャピン頑張ってくださいよ。オッケー。わあ、頑張れ。
度上げるぞ。よーし、行くぞ。スピードはどんどん上がっていく。160キロ超えた。まだまだ。よし。ガチャピンのチャレンジはこの後もっともっと、あ、どうしようどうしよう、ものすごいことになっちゃったんですよ。本当に？ではその続きを来週見てもらいましょうかな。いいじゃないの。みんなも楽しみにしててください。それでは今週はここまで。最後はみんな一緒にせーの、パンパカンパパンピキーズ。バイバイ。